Jikkyou Powerful Pro Yakyuu.
ースピックの攻撃に入ります。先頭バッターは坪井、投げました、ストレート見送ってストライク。第2球を投げました、落ちる球空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、インコース引っ張った、ファースト左横アウト、これでワンアウト。バッターは2番谷。さあ初球打ちました、いい当たり、ショートのコットビ破ったヒット、二塁送球、ワンアウトランナー一塁に変わります。続くバッターは小笠原、初球すっぽ抜けボール、一塁牽制セーフ、投げたストライク決まった、投げたフォーク決まってストライク。次は4球目、打ったバックネットフォークをファウル、投げた打ちました、鋭い打球が右中間を襲う、ヒット、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、谷三塁ですと二塁はセーフ、ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。そして迎えるバッターはカブレラ、ピッチャー萎縮しています、投げた外角高めの速球ストライク、さあ追い込まれました、フォークがさえ渡ります、空振り三振、全く当たりません。ここで迎えるバッターはイースインヨク、投げました、まっすぐ決まったストライク、投げました、打った、切れました、ファウル、これも三振、チャンスを生かすことができません。下抜きガッツポーズ、1回が終わって6対0、オールセントラル、6点リードは変わりません。オールセントラル、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番宮本、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。左中間にボールが抜けていった、オールセントラル、これで先発全員安打になりました。投げました、打った、センターへ弾き返した、ヒットになります、1塁ランナー2塁を回った、高橋ツーベースヒットを放ちました、高橋センターへのタイムリー、ここでタイムを取りました。どうやらピッチャー交代を告げるようです。吉田マウンドを降りまして、篠原今日3番手としてマウンドに上がります。アウトロー変化球ストライク、ボールカウントワンナッシング、セカンドランナーちらっと見た、低い球打ちました、足が止まって構えた、ワンアウトです。そしてバッターはローズ、投げました、スライダー空振り、空振り、投げた、打った、ヒット、いいボールだ、二塁ランナーホームイン、ローズ、これで今日2打点、ワンアウトランナー一塁に変わります。先ほどツーランホームランを放っているダミです。打ちました、三遊間へのゴロ、二塁送球、二塁フォースアウト、一塁もアウト、ダブルプレイ、オールセントラル、追加点のチャンスを逃しました。2回表が終了して8対0、オールセントラル、さらに2点を追加しています。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。先頭バッターは6番城島、投げた、速球ストライク、ボールカウントワンナッシング、第2球を投げた、外角外れてボール、ワインエンドワンから投げた、変化球ストライク、アウトローへ、次は4球目、投げた、フォークはボール低め、第5球を投げました、外角低め打った、二遊間抜けた、センター前ヒット、ボールはセカンドへ、バッターは7番和田、今日初めてのバッターボックス、アウトロー変化球ストライク、フォークボールを使ってきました、流し打ちどうだ、投球3球目、高め外れてボール、投げました、アウトコース決め、空振り三振、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは8番井口、投げました、打った、センターへ上がった、取りました、城島飛び出している、左バッターボックスは9番小坂、さあ初球フォークはストライク、投げました、高めの速球ボール、さあ3球目、打ってこれは平凡な当たり、これは面白いところに上がっているが落ちました、ヒット、三塁送球セーフ、ここで粘りに定評のある坪井、この試合2回目のアットバット、2塁アウト、草抜き、なんとか踏ん張りました。2回が終わって8対0、オールセントラル、8点リードは変わりません。これからオールセントラルの攻撃に入ります。この回のトップバッターは福留、外角高めの変化球ストライク、投げた、ストレート見送ってボール、
ワンストライクワンボール。投球3球目。外のボール球打った。和田前進してくる。レフト前ヒット。オールセントラル先頭バッター出塁です。左バッターボックスは8番岩村。ファーストランナーちらっと見た。投げた。初球打ち。ショートの頭上ライナー。これはヒットになります。福留三塁も狙う。三塁はセーフ。ここでバッターは古田。一塁ランナーをちらっと見た。投げた。初球打ち流した。セカンドアウト。ワンアウト。一塁もアウト。ゲッツー。オールパシフィック。今日2つ目のダブルプレイ。打順は1番に帰って今岡。この試合3回目のアットバット。投げた。打った。決まった打球。ファースト左横のフライになりました。ゆっくりと構えた。あーっと落としている。掴みました。3アウトチェンジ。3回表が終了して9対0。オールセントラル、さらに1点を追加しています。オールパシフィック、この回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番谷。直球決まってストライク。ワンナシング。さあ次の投球です。流し打ち。ライトの前。投打ヒット。一塁送球セーフ。左バッターボックスは3番小笠原。ピッチャー意識しています。6-4-3アウト。6-4-3のダブルプレイ。バッターは4番カブレラ。今日の第1打席はスイングアウト。第1球を投げました。フォークは5。まずは低め投げました。外角低め打った。ヒット。レフトからセカンドへ。そして左バッターボックスにはイースインオープン。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました。ギリ球空振り。ツーナッシング。投げた。1つ外してボール。わずかに内側。投げた。アウトロー打った。センターの前。どうだ。取りました。一塁ランナーカブレラ残塁に終わりました。序盤終わって9対0。オールセントラル9点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは宮本。インロー空振り。ボールカウントワンナッシング。投げた。打った。ヒットになります。宮本。これで今日は3打数の2安打。ここでタイムがかかります。ここはピッチャー交代でしょうか。篠原降板。小林今日4番手としてマウンドに上がります。投げた。低め打ちました。ヒット。高橋。これで3安打猛打賞。今日ツーベースを打っている清原。さあ1球目外れた。ボール。ワンボール。さあ2球目スライダー空振り。ワンストライクワンボール。打った流し打ち。セカンド横飛び。これはヒットになります。清原。これで今日は3打数の2安打。ここで満塁の場面に強いローズ。今日3打席目打ちました。三遊間破った。レフト前ヒット。二塁ランナー三塁蹴ってホームローズ。これで今日3打点。あーっと落とした。そしてバッターボックスはラミレス。投げた。打った。痛烈な当たり。掴みました。ラミレス。初球打ちはセカンドライナーでした。アウト。これで2アウト。セーフ。トリプルプレーはなりません。投げました。内角速球ストライク。速い球できました。片越にランナー見た。投げました。低め際どい球。ワンストライクワンボールです。投げました。外のボール球打った。ファウルボールです。投げました。内角ボール球打った。ファーストへ。アウト。3アウトになりました。4回表が終了してオールセントラル、さらに2点を追加しています。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。先頭バッターは6番城島。さあ初球見送ってボール。インコース際どいところ。さあ2球目速球決まってストライク。ボールカウントワイルドワン。投げました。アウトロー打ちました。草抜きキャッチャーフライに打ち取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番和田。今日の第1打席はスイングアウト。さあ次の投球です。打った。センターへの打球。高橋下がっていった。掴みました。草抜きセンターフライに打ち取りました。そして右バッターボックスには井口。今日2打席目ストライク。ワンナッシング。投げた。まっすぐ決まった。ストライク。第3球を投げた。井口スイングアウトの三振。どうだ。2安ばかりにガッツポーズ。最後は空振り三振で終了しました。4回が終わってボールセントラル依然大量リードです。これからオールセントラルの攻撃に入ります。この回のトップバッターは岩村。インコースのボール左へ。打球はレフトへ。ヒット。
打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。打ったバッターは二塁ですと岩村レフト線ツーベースを放ちました。ここでタイムです。ここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。小林マウンドを降りまして伊藤今日5番手としてマウンドに上がります。打った、ライトの左、手を上げて取りました。ワンアウト、二塁ランナータッチアップセーフ、三塁はセーフ、ワンアウトランナー三塁に変わります。ここでチャンスには滅法強い今岡、今日はヒットが1本、ランナースタートを切った。ここでしぶといバッティングの宮本、投げた、直球見送ってボール、サードランナーちらっと見た、投げた、シュート打ちました、ショート正面、一塁送球アウト、三塁ランナー岩村残塁に終わりました。オールパシフィック、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番小坂、これが2打席目になります。第2球を投げました、打ちました、アウト、ワンアウトになりました。打順は1番に戻って坪井、今日はファーストゴロとショートゴロ、外角打った、ファールボール、ワンナッシュから投げました、膝元変化球ストライク、第3球を投げました、1球外したボール、高めわずかに浮いたボール、投げました、低めフォーク外れたボール、ツーストライクツーボールです。第5球を投げました、見逃しの三振、バッターは2番谷、ローインドアップから投げた、打った、ライナーセンターへ、高橋前に出る、ワンバウンドヒット、今日ツーベースを打っている小笠原、投げた、落とした、空振り、さあ次の投球です、ファールボール、一塁へ1つ牽制球を送りました、ランナー戻っています、投げた、久抜き、この試合6つ目の三振を奪いました、ピッチャーガッツポーズ。前半終わってオールセントラル、大量リードは変わりません。試合は後半6回に入ります。先ほどヒットを放っている高橋、打った、打球は左中間に飛んでいる、ヒット、センターを追っていった、バッターランナー一塁蹴って二塁へ、セーフ、高橋今日3本目のツーベースヒット。さあ1球目打ちました、大きな当たり、ライトポール際、どうだ、ポール直撃、ツーランホームラン、清原悠々とホームイン、先ほどタイムリーを放っているローズ、投げた、シュート見送ってボール、ワンボール、ボール、ストレート外れました、投げた、シュート、ワンバウンド、ボール、低め外れてノースリー、ノースリーから投げた、よく見た、フォアボール、伊藤ストレートのフォアボールを与えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターはダミです。まずは一塁牽制セーフ、一塁はセーフ、もう一回一塁へ牽制球、ランナー戻ります、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。小坂今タッチしてアウト、どうぞ、これでワンアウト。さあ1球目打った、大きな当たり、グーッと伸びていく、さらに伸びていく、フェンスダイレクト、ヒットになります、セーフ、ワンアウトランナー2塁に変わります。ここで粘りに定評な福留、初球打った、ワンバウンド取った小坂、そのままタッチしてアウト、アウト、今日2回目の併殺でこの回を終えました。6回表が終了してオールセントラル2点を追加しています。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。先ほどヒットを放っているカブレラ、ピッチャー意識しています。ピッチャーを変えてきました、草薙、降板、佐々木、今日2人目のピッチャーとして登板です。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはカブレラ、投げました、カーバー、空振り、佐々木追い込んでいます、投げました、フォークボール、見逃し三振、ズバッと決まって三球三振、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者イースインヨク、今日は三振とセンターフライ、低めわずかに外れてボール。さあ次の投球です、インコース高め、ストレート決まってストライク、これもしかし空振り、追い込んでから投げました、内角低め打った、これは内野フライになりそうです。両手を広げて捕
掴みました。佐々木セカンドフライに打ち取りました。バッターは6番城島。セットの体勢から投げた、打ちました、いい当たり、セカンドが横飛び、あと抜けた、センター前のヒットになります。バッターは7番和田。今日は三振とセンターフライ、高め際どい球、ボール、投げた、打った、大きな当たり、ダミレス交代、レフトずっと追っていく、レフト見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。和田今ホームに入りました。右バッターボックスは8番井口。今日はセンターフライと三振、フォーク決まってストライク、まっすぐ見送ってストライク、ツーナッシング、インサイドボール抜けました。次は4球目、ボール直球外れました。さあ投球5球目、最後はキレのある変化球、佐々木ガッツポーズ。中盤終わってオールパシフィック、ようやく2点を返しています。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは岩村。この試合4回目のアットバット、直球ストライク。さあ2球目、打ちました、谷前に出る、ヒット、岩村なんと4打数4安打、ここでタイムを取りました。ここはピッチャーを変えてくるようです。伊藤マウンドを降りまして、松坂今日6番手としてマウンドに上がります。投げた、直球ボール、まずは低め、打った、右中間へのフライですが落下点構えて取りました。これでワンアウトです。打順トップに帰って今岡、ここまで1安打、第1球を投げました、低め、直球外れてボール、投げました、膝元直球ストライク、速い球できました、まっすぐ決まったストライク、ストレートで押してきます。次が4球目、打った、ファーストから2塁送球、2塁アウト、アウト、ゲッツー。今日3回目の決策でこの回を終えました。7回の裏、オールパシフィックラッキーセブンの攻撃に入ります。今日ヒットを放っている小坂、ピッチャーを交代します。佐々木降板、ウィリアムズ今日3人目のピッチャーとして登板です。7回の裏、オールパシフィックラッキーセブンの攻撃、この回の先頭バッターは小坂、第2球を投げました、あっとスライダーすっぽ抜けた、投げました、インハイ空振り、投げました、打ちました、宮本ボールを掴んでアウト、ワンアウト。今日元気のない坪井、投げた、1球目スライダー空振り、なんと速球ストライク、第3球を投げた、打った、1塁送る、アウト、2アウトです。右バッターボックスは2番谷、今日はヒットが3本、低めの球打った、大きな当たり、高橋下がった、横飛び、センター後方ワンバウンドヒットになった、打ったバッターは2塁です、とウィリアムスセンターへのツーベースヒットを許しました。投げた、打った、掴みました、結局2塁残塁です。7回が終わってオールパシフィックラッキーセブンは無得点で終わりました。オールセントラル、この回は上位打線から始まります。ここまで2安打の宮本、投げた、流し打ち、どうだ、あと抜かれた、ライト前ヒット、ボールは中継、宮本3安打猛打賞です。左バッターボックスは3番高橋、今日はヒットが4本、打ちました、ショートの頭上ライナー、小坂好プレーを見せました。これでワンアウトです。一塁セーフ、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。先ほどツーランホームランを放っている清原、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。投げました、直球打ちました、ファーストの左ゲッツーコースター、二塁へ送る、セカンドフォースアウト、ファーストへ送る、アウト、ダブルプレー、これでスリーアウト、オールセントラル追加点のチャンスを逃しました。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。この回のトップバッターはカブレラ、ピッチャー交代です。ウィリアムズマウンドを降りまして安藤、今日4人目のピッチャーとして登板です。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはカブレラ、ここまでヒットは1本、打った、ファウル、ワンナッシングから投げました、打ちました、ファウルボール、
第3球を投げました。アウト、空振り三振。カブレラ三球三振。これでワンアウトランナーはありません。バッターは DH のリースインヨク。今日はまだヒットがありません。外角低め打ちました。ファールボールです。投げました。インコース詰まらせた。福留前進落ちました。ヒット。ワンアウトランナー一塁に変わります。今日2本のヒットを放っている城島。投げた。スライダーはストライク。インコース低め。投球3球目。内角際どい球を投げた。速球に送ってストライク。追い込んで投げた。アウトコース低め。空振り三振。先ほどツーランホームランを放っている和田。ストライク決まった。投げた。ボール、ボールカウントワンエンドワン。投げました。打ちました。セカンドへのショートライになった。一塁へ。アウト。結局一塁残塁です。8回が終わってオールセントラル。リードは変わりません。さあ、いよいよ最終回に入ります。今日3打数3安打のローズ。外野は長打を警戒します。空振り、思い切って振った。第2球を投げました。これは見送ってボール。低め外れてワンエンドワン。第3球を投げました。速球ボール、内角低め。第4球を投げました。ストレート打ちました。キャッチャーファールフライになった。余裕があります。ローズ、詰まった当たりのキャッチャーファールフライに終わりました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどツーベースを放っているダビです。さあ、初球、初球流し打ち、ライト前のヒットになります。あと取れないの、枯れた。おめでとうございます。さあ、ワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー1塁に変わります。ここまで2安打の福留。ランナー走った。これはヒットになります。一塁ランナー二塁まで、三塁へ、レフトからサードへ、オールセントラル。これで2本ヒットが続きました。福留、今日3本目のヒットを放ちました。さあ、初球打った。ショート取ってセカンド送る。二塁アウト、一塁アウト、ダブルプレー成功。オールセントラル追加点のチャンスを逃しました。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。今日2三振の井口。ピッチャーを変えてきました。安藤登板。岩瀬、今日5人目のピッチャーとして登板です。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。今日2三振の井口。流し打ち、ヒット。ボールはセカンドへ。ノーアウトランナー1塁となって、続くバッターは小坂。今日はヒットが1本。第2球を投げた。シュート決まってツーマッシング。投げた、打った。上空見上げた。ワンアウトです。今日元気のない坪井。投げた、打った、ヒット。ボールはサーブ。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。ここでチャンスには滅法強い谷。ここまでヒットは4本。投げた、強引に振りに行った。ワインドワンから投げた。ストレートに送ってストライク。追い込んで投げました。シュート外れてボール。投げました。スライダー見逃し三振。オールセントラル勝利目前。この場面でチャンスに強い小笠原。変化球ストライク、インドウェーブ。スライダーを使ってきました。ボールカウントワンナッシング。さあ、3球目打った。流し打ち、レフトの前、どうだ。ヒットになります。井口一気にホームへ。二塁ランナー今ホームイン。オールパシフィック1点返しました。小笠原タイムリーヒット。投げました、インサイド空振り。ワンナッシング。投げました、打ちました。ピッチャー横飛び、ズボイ一気にホームへ。バックホームする。矢のような送球、タッチはアウト。試合終了。オールセントラル大量得点差をつけて勝ちました。今日のハイライトシーンです。
今日のヒーローは勝利投手の草抜き。今たくさんのフラッシュの中でインタビューが行われています。お伝えしてまいりました試合はオールセントラル大差で勝ちました。実況担当川木直樹。